どうも、01051チャンネル、白流す党への帰還ということで、まさかのデッドエンドということでですね、何にもわからんまんま、なってしまいましたが、ロードでいいのか、ダメだよね、ロードじゃ。ニューゲームでいいのか。判断を誤って、だとすればこっから先はもうダメだよね、多分。結構一方通行だった気がするよな。ここを行って、あ、皆さんお気をつけください、衝撃映像です。今から2回、はい、3回、パスワードか。入ります。はい、行きます。あんまり長い時間いちゃいけないのかな。調べる。メモ見る。カードロスト。カードポスト。残り時間があるのかね。なんで残り時間。振りました。来た来た。読めるかな。読めない。読めない。ダメか。ダメかな、もう。あれ？あらららららら、つい一里風間に出ていたばっかりじゃない。あんたどんだけ池田に恋焦がれてんだよ。一応じゃ飽きそう。お、誰か来たぞ。ジゼル、頼りになるぜ。ちょっと違いますね。さっきはデッドエンドだったけどね。デクスター。ちょっと待って、まさかこのまま3人で一緒で過ごす羽目になるんじゃないだろうか。何あんたそんなにビクビクしてんのよ。まさかあんた殺人犯に恐れた方がマシだとか思ってるんじゃないでしょうね。思ってたやん。何の音、この音。寝る。わー、文字化けてるけど、メモやミーパーディクタのハドロス OL さんですよ。懸命ぐらいかけ。
ずい。カロタン、アサンカチッソ、シロシリンレスカリン、イゼルグサンチエチラン。ガスだ。ハードロスを OOL スパンス。そうだね。見たままの文字を打たないと間違った情報を送付して、ああ、なるほど。ああ、なるほどね。最初はだから前のやつ思い出そうとしたけど間違ったと。いらだだだだだだだ。でもそれが実際に何か乱暴だとしても今の状況じゃ動きようがないでしょ。今我慢なさい。30分か。30分経ったか。うぃ、やっぱり池田になりかったんだ。おぃ。みんなで行きましょう。いらだだだだだだだ。あ、レイモンド教の部屋は本館か。なんだか嫌な。何ビビってんのよ。ミイラ取りがミイラになる未来。あー、またあれ見ないといけないのかな。あれ？よく止まるな。もう池田はやばいんじゃないか。OOL はオーストラリアのゴールドコースト空港のスリレタコート。つなことが起こって。そうだね。性格飛ぶす。クソビッチ。食事会場には特に何もない。いい部屋なんだけどね。名もなき子供たちは今帰ってきた。会場の方には何かおかしなことはないですね。他の場所。すごい写実的だよね。すごい似てたけど。
ギャー おぶぶぶぶ。貯蔵室の扉。行くんかい。酒の瓶がかなり動かされてる。やばい。あ、お前何やってた、お前。怪しいな、アレックス。怪しすぎる。アキラがいない。なんか。お嬢様はトイレ行かない。男性用と女性用のトイレがあるけど。めっちゃ活かされてるな。そうだね。あとは、ここ貯蔵庫、超エレベーター。あとどこだ？文字数がかなり少ないし、文章を暗号化している可能性は低いと思う。何かを操作する際のコード、無線機とか金庫とかのパスワード、何か見ようとしている。OOL さんです。あ、オープン L34。 あ、やってしまった やってしまった まずいぞ。深いぞ地下。まずい。死ぬ。
自力で上に登る方法を見つけないといけない。セーブセーブセーブ。セーブ。しか。あ、4章に進みましたぞ。暗い。しかもなんか血を拭いた跡がある。あ、あー、怖いよ。冗談はよしこさん。いやー、あー、間違いなくやばい。右側から聞こえたね。血がついている。取っ手がないけど、すぐ横にカードの読み取る装置がついている。非接触型。どれどれ？すごい勢いで開いたな。開いた。うわー、臓器だ、臓器。人間の脳や肺。いや、もう出よう出よう。出よう出よう、どうやって出るの？出ようよ、どうやって出るんだよ。ホルマリンで固定処理した後、エチルアルコールに充填した液体、エキシン標本。デビットソン液で固定処理。胎児の標本、なんてこった。と他の場所に行きたいんですが、どうしたらいいの？池田、この地よ地。こっち。読み取り部分の側を剥いで、読み取り部分にケーブルをつないで、直接トマスのカードデータを送ることができれば、彼女らも開けられるかもしれない。資料室。見取り図。エレベーターに行くしかないのか。一番右のロッカー。大したもの入ってる。掃除用具入ってるだけ。鍵穴が少し歪んでる気がする。手術実施記録ナンバー023、2000ホニャララ年ホニャララ年以来、ロイ・ヒギンズ、エイダ・ヒギンズ、
先天性の低形成異様性腎から末期腎不全と進行。腎不全だったのか。腎食記号。なるほど、なるほど。ハリントン。あ、ハリントンってトマスやん。ロイ・ヒギンズ氏立ち会いのもと腎移植手術実施、無事両腎臓の移植に成功、経過観察を行う。エイダさんはここに来てたのね。透析治療実施の後、他の臓器移植手術を実施。詳しくは手術記録番号0262746463。262746を参照。両腎臓の移植ってことはやっぱり摘出か。ジェイコーの名前が見当たらない。肝臓移植ゴニョゴニョを利用していたのか。ん？ページがおかしいような気が。ナンバー46、関連資料ですね。パトリシア・ウェルナー、初めて出てきた。いや違う、アレックスの名字や。なんで横線ばっかり破り取った。アレックス・ウェルナーの母親かな。池田。背景関係の書類。小口現金水筒中が目の前で違う。何か間に挟まってる。 N131 の身体能力、聴力、外耳が欠如、外耳道が極端に狭まっている。内耳神経も人間のもの平均している約 60% 程度の差がつかないため、 N131 の聴力は人間へ劣るものと考えられる。N131 はあれか、半魚人か。嗅覚。視覚。ああ、暗いとこでも見える。それに加え、過視聴光線波長720ナノミリを超えた1270近赤外線も視覚できる。外部装置によって赤外線を照射する完全な暗闇の中でも行動が可能となる。不死であるという点に加え、その知能レベルの低さ。BH 計画。兵器としての有用性があるかな。ここは入れないか。
ここか。ああ、入れない。よかった。ある意味よかった。そしたらば、大丈夫か。うわ、遠いな、おい。うわ、やばいやばいやばい。やばいぞ。ああ、いるー。やばい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 。逃げろ逃げろ逃げろ。セキュリティ。こっち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 。ロッカーやロッカー。ロッカー逃げよう。ロッカーロッカー。ロッカー。やっぱり隠れられるフラグか。道具箱の上に乗ってからバランスが取りづらい。いや、入ってこれんやろ。入ってきたー！まずーい。入ってきちゃった。やばいやばいやばい。あーやばい。バランスが崩れる。助けて助けて。出ていったか？よいしょー！はっはっは！死んだか？死んだな。死んだね。何ここいっぱいなんかしたい。足食べられてる！死んだ！吹いた。もうきっと大丈夫。全然痛くないもん。バッドエンド。おーマイガシ。あれ、隠れるフラグじゃなかったのかい？一筋縄ではいきませんぞ。ホルマリンの方に隠れた方がよかったのか。キャビネットか。悔やまれるな。いやでもどっから行けるんだ。あ、ここからか。いやー、ちょっと次にまた挑戦してみましょう。